はいどうも、タタタです。桜の季節がやってきましたね。今日はケロッピをイメージした和風のコーデにしました。この髪飾り、可愛いですよね。サンリオの家具がどれもすごく可愛いんですけど、特に和風のケロッピ家具がすごくおすすめで、この家具をうまく使うことで、本格的な和風エリアがすごく簡単に作れるようになりました。今日はこのケロッピ家具の使い方のコツを紹介しつつ、4月から入手できる桜家具と春の若竹家具を使ってお花見ができる日本庭園を作ろうと思います。はい、ではまず最初におすすめのケロッピ家具を3つ紹介します。はい、まず1個目はこのケロケロケロッピな橋です。和風エリアを作るときにこういう斜め橋を作られてた方が多いと思うんですけど、和風な橋は22万8000ベルと非常に高額で、作るのにちょっとテクニックがいるのと、橋を設置できる上限もあり、作るのが簡単じゃありませんでした。でもこのケロッピ橋は家具なんで8000ベルで簡単に置くことができて、少ないスペースで和な雰囲気を十分出すことができます。はい、次はこのケロケロケロッピな明かりです。和風エリアには欠かせない石の灯籠とか、石系の DIY レシピはたくさんあるんですけど、これね、石が大量に必要で、何気に石を集めるのってすごく大変なんですよね。でもこれは家具なんで石を集める必要がないのと、あと裏返すとケロッピの顔も見えなくなるのですごくおすすめです。あと灯籠の下に苔がついてるんですけど、どこに置いても自然に馴染むんで、これめちゃくちゃ優秀な家具です。はい、次にケロケロケロッピな廊下です。これねすごいんですけど、これを並べることで室内に縁側を作ったり、あと外に置くこともできるので、置き方を工夫すると建物があるように見せることができます。ちなみに廊下の上に物を置いたり座ることもできるんで、住人さんに座ってもらってもねめっちゃ可愛くなると思います。これは今までになかった種類のねすごい家具だと思います。はい、このおすすめの3つの家具を活かしてレイアウトを作っていきます。作る場所はこちらです。横 13×奥行き10マスに和風な庭、奥に2段目の楽器を作って円形を作ります。はい、ではさっき紹介したケロッピな廊下で左奥に和風な建物の縁側を作ります。2マス分楽器を埋めて、お借りしてきた瓦の前に座を張った屋台を2個並べます。今回使った前デザインは全部概要欄に記載しておきます。で、この崖に埋めるように2個並べてください。で、この屋台の前に砂の道を引きます。2マス分引いて角を丸くします。そして灯火の枯山水の前デザインを上に貼ります。こうすることで角を丸くしたまま前デザインを貼ることができます。なんかこんな感じで好きに模様を入れてみても楽しいと思います。で、この手前にケロッピな廊下を置きます。さらにこの右側にもケロッピな廊下を置きたいんで、崖を一マス削ります。ここは角を丸くします。石畳の道を引きます。屋台が出っ張ってるんで、ここを一マス削ることでちょうど埋めることができます。そしてここの崖の上を竹にすることでちょっと雰囲気を出そうと思います。そしてこの L 字のつなぎ目のここの1マスが気になるので、ここに家具を置きます。普通の灯籠も作ってみたでね、ここに置いてみようと思います。で、廊下の上に小物を置いときます。このテルテルな人形も可愛いですね。これは桜家具の盆栽なんですけど、これもおしゃれですよね。苔玉を置いたりとか、ここは好きなものを飾ってください。ケロッピの明かりをここに置いて、ちょっと崖との境界をぼかそうかなと思います。こういう風に下駄を飾るとリアリティが出ていいですよね。これで縁側部分ができたんですけど、これだとまだ屋根が寂しいんで、和風な柵で屋根を作っていきます。これでちょっと背の高い屋敷に見せることができます。次は両側の入り口に縦書きで L 字の柵を立てます。縦書きでここの奥の崖も隠します。そしてこの和風エリアを囲うように木で囲っていきます。
奥に背の高い竹を植えます。そして左に一マスずらして広葉樹の若木の L を埋めます。その後ろに成長止めのフルーツを植えます。でその横に目隠しの低木を植えます。こういう風に奥に背の高い木を植えて手前に低い木を植えることで立体感が生まれます。右側にも木を植えていきます。こういう風に竹の手前に若木を埋めるのも面白いと思います。はい、右側もこんな感じで高低差をつけました。はい、次に崖の上の円形を作っていきます。坂の上にある桜の竹林をイメージして作ります。はい、まずこの屋根の奥に竹を2つ植えます。でその間から桜が見えるように広葉樹を植えます。木は1マスおきにしか生やすことができないんでジグザグにこういう感じで生やします。でここにパニー家具の五重の塔を置きます。五重の塔がない方はサイロで代用してください。はい、こんな感じで五重の塔を囲うように木を植えます。そしてちょっと色味のコントラストをつけるために針葉樹をちょっと間に覗かせるように植えます。この針葉樹を入れることでね、ぐっと奥行きが出ます。はい、これでかなり風情のある景色ができました。では次に庭を作っていきます。庭を作るコツは空きスペースがあると寂しく見えるんで、とにかく道は前デザインでこの緑を埋めるイメージで作っていきます。縁側の手前に 3×3 マスの石畳を敷きます。そしてその手前に砂の道をこういう風に丸を2個くっつけた形に作ります。でその上に枯山水の模様を入れます。でその周りに飛び石の前デザも引きます。でこの上に物を並べていきます。キロッピなお膳の上にキロッピなお菓子を置きます。可愛いですねこれも。で竹のベンチを置きます。で桜家具のお花見セットを置きます。石の水受けを置きます。散った桜が入ってて可愛いですね。この隙間に桜の枝を飾ります。そしてここに桜の花びらの山を置きます。こういう風に桜がまでね、すごい可愛いです。はい、これで庭の左側ができました。はい、ちょっとここに低木を生やして、はい、最後に今回の主役ケロッピの端を置きます。こちら SNS で使われている方も多かったんですけど、この端の下に池の獣道の前デザインを貼ることですごく写真映えするエリアになります。これね、枠をめっちゃ使うんですけど、今回ねアップデで前デザインの枠も増えたんでね、ぜひこの機会にチャレンジしてみてください。こちらの前デザインも概要欄に貼っておきます。真ん中に端を置いて両側を囲うように池を作ります。慣れてないと獣道をうまく置くのは難しいんで、池を作りたい位置に当たりで1枚の前砂をね、まずポンポンポンって貼っていきます。端の下にもちゃんと池を引きます。一つ一つの角の形に合う前デザインの外側の縁を探して貼り替えていきます。縁がつながるように貼れていればおかしくならないので、好みの形に整えていってください。こんな感じで右側を埋めるように池を作りました。でこの上に端を置きます。橋の手前にケロッピな明かりを置きます。そしてこの真ん中に鯉の絵を入れたり、このハスのデザインを入れても可愛いです。
こういう風に石を置いてもね、すごく雰囲気が出ますね。こんな感じで池の上に小物をね、いろいろ並べても面白いです。はい、この手前に菊を植えて縦書きの位置をちょっと調整します。あと春の若竹家具で竹のびっくり箱っていうのがあるんですけど、これめっちゃ面白くて、中からかぐや姫が出てくるんですよね。ピッカーンって、これめっちゃ面白くないですか？もうこれね、初めて見た時めっちゃ楽しくてね何回も遊んでたんですけど、これも面白いで置いときます。はい、こんな感じで完成しました。どうですか？めっちゃ素敵な日本庭園ができましたよね。可愛らしいケロッピ家具をポイントに細部を作り込むことで本格的な庭になったと思います。ケロッピ家具自体がね、すごく可愛いんで、ここまで作り込まなくても置くだけでも十分和な雰囲気を出せると思います。残念ながら家具をまだ入手できてない方はね、再販に期待したり、持っている方に送っていただけるといいなと思います。ということで、今日も最後までご視聴いただきありがとうございました。チャンネル登録、評価ボタンよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。